STI のフレキシブルタワーバーを中古で購入してきました。こちらどういう商品かと言いますと、前のタイヤのバネの部分の取り付け点2点を橋渡ししてくれる補強のバーです。通常右左それぞれボディ側に取り付けられてるんですけども、その間にこのバーで橋渡しすることによって、コーナリングの時に横方向に力が入った時に、突っ張り棒の役割をしてくれる、スムーズにカーブを曲がりやすくしてくれるパーツです。 STI さんはフレキシブルという構造をとっておりまして、何が違うかと言いますと、通常一体もののバーが主流なんですけども、 STI さんのパーツは真ん中にジョイントがあってグリグリ動くようになってます。でこれの何がいいかと言いますと、地面の突き上げのところは突っ張りは不要、いらないもん でここを上下方向の力が入った時に、フレキシブルのここのリンク構造で力を逃がしてくれる構造になっています。で横方向はしっかり突っ張るように、こっち方向にはジョイントが機能しない構造になっています。では早速取り付けたいと思います。ワインディングで効果を確かめたいと思います。なんか違和感がありますね。粘らないですね。一瞬ガシッとした後にちょっとグニャッというような感覚がありますね。取り付け前よりもちょっとバランスが変わったのかもしれないですね。直進時はガシッとした堅牢感のある感じがあったんで感触は良かったんですけど、肝心のカーブがちょっと違和感ありますね。正直取り付け前の方が感触が良かったですね。外そうかな。結果このフレキシブルドローシグナーが効くという情報を見つけまして、すぐに買って取り付けました。運転席の下あたりにあるこの細いバーがフレキシブルドロースシフナーです。では試乗したいと思います。さあ確かめてみましょう。
かも。いいな、いいですね、いい。めちゃくちゃスムーズです。おー、いい、全然違いますね。前は今のところで少し踏ん張った後にさらに G がかかったぐらいでぐにゃっというような感覚があったんですけど、全くなくなりましたね。シャキッとしてます。これは気持ちいいですね。いや、あのフロントのそのドロースチフナーっていう部品が、あのすごく細いバーで、なおかつ運転席側だけの取り付けなんですね、レボーグは。WRX は、左右1本ずつあったと思うんですけど、なのでちょっと効くのかなっていうのがすごい疑問に思ってたんですけど、めちゃくちゃ効きますね。もしもうやっぱりセットもんなんですね。ストラトタワーバーだけだとちょっとバランスがやっぱ崩れてしまう感じがありますね。で、下側のこのスチフナーでサポートしてくれることによって押し上がってますね。前の塊感がすごく安定してますね。フレキシブルタワーバーをご購入考えられている方はぜひ、フロントのドロースチフナーもセットで取り付けられることをおすすめいたします。それでは今回の動画はここで終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。おー、いい感じですね。ワインディングは気持ちいいです。最高です。